とやかく言うつもりはございませんが、この法律ができて、ですね、まあ、その後、えー、解散・総選挙になってしまった、残念ながらこの基本法についてですね、着手する前に、えー、なってきてしまって、えー、我々が、まあ、引き継いだわけで、えー、あります、まあ、その中で作業をもう始めた、まだ著、えー、に就いたばかりでございまして、その中において、えー、大臣も今、慎重な答弁をしているわけで、えー、ありますが、えー、我々としては、ですね、できるだけ早い段階で、えー、しっかりとお示しをしていきたいと、このように思います。 はい、吉田君あ森大臣、どうぞ、森担当大臣。お答えをいたします、えーと、私が1ミリシーベルトということを国会審議の中で言ったことはございません。えー、議論の中で、ですね福島県の子どもが含まれるかという議論が国会でございました。これが何ミリシーベルトで切ってしまうと、福島県の子どもが入らない。 場合が考えられるんですですから、その時に議論の中で、吉田委員もご記憶かと思いますけれども、一定の基準というのは、何ミリシーベルトという場合もありますし、施策によっては、一定の基準というのが地域で、またはその地域プラス少し広げた、まあ、あのエリアという。 あのことで定められる場合もあるという議論があったかと思います。そういったことを踏まえましてですね、まあ全政権下で法律が施行されてから六ヶ月間、あの基本方針が定まっていなかったわけでございますが、私ども政権をお預かりして、えー、まだ二ヶ月経っておりませんが、一生懸命に今あ議論をしております。その中で何ミリシーベルトという基本方針を必ず定めなければいけないということであると、先ほど申しましたように本末 転倒になり、今、まさに救済を必要としている子どもたち、被災者の救済が遅れてしまいます、補正予算で、えー、ここに八条に書いてあるもの、さまざま盛り込まれました、また当初予算でも盛り込まれる予定と私はあ思っております。ですので、えー、施策をです、ね、進めながら、基本方針のお策定を急いでいくということで、頑張りたいいと思います<上>吉田忠智君。はい あのこの法案、私も発議者の一人でありましたが、草案提出者の総意は年間1ミリシーベルト以上でございました、それから先般院内集会に来られました双葉あ地方町村会も、年間1ミリシーベルトを超える地域を支援対象地域として指定することと要望されておられます、あの委員長、あ委員長代わりましたけれどもあの <laughs> あの、いずれにしてもですね、この間のまあ、 具体的な政策判断も必要だと思いますので、誰がいつどのような意見を述べたのか資料にした上で法の趣旨にのっとって優先順位としをで判断していただきたいと思いますが、そうした資料をですね、委員会に提出をしていただきたいと思います。はい、五国理事会で協議いたします。委員長、吉田忠智君。続きまして生活保護基準の引き下げについて質問をいたします。えー、まずあ先ほどお少し総理から あの格差についてはあ、お話がありましたが、貧困も含めて、貧困、格差に対する総理の基本的な認識をあの伺います。安倍内閣総理大臣